まず今季リーグ戦初出場ということでおめでとうございます。いかがですか。まあ、本当に待ち望んでたというか、もうずっとこのために準備してきたんで、やっと来たなという思いで、まあ、試合には入りました。90分振り返ってご自身のプレーいかがだったでしょう。まあ、本当に自分のプレーを出そうというそれ一心だったんで、まあ、ボールダッシュだったりハードワークだったりそういうところで、まあ、ちょっと貢献できたかなと思います。去年は J3 の盛岡にも移籍をして経験を積んできました。やはり今季もそれでなかなか出られない中で悔しい思いもかなりあっての上での今日だったんじゃないかと思うんですけれども、このあたりというのはいかがでしょうか。まあ、本当になかなか試合にも絡めなくて、ただその中でも練習だったり、まあ、ずっと抜かずにやってきたんで、本当に今日はそれを思いっきり出そうというそういう気持ちで試合に臨みました。その辛い期間支えてたものっていうのはどんなものですか。まあ、若いんですけど結婚もしてるし子供もできたんで、本当に試合出てない時も支えてもらったんで、まあ、今日も見に来てもらって支えてもらったんで良かったです。はい、今日は家族には何とこの後言いたいですか。まあ、とりあえず、まあ、ここからだってふうには思、まあ、家族も思ってるし僕も思ってるんで、この次また貢献できるようにまたやりたいです。はい、あの試合の話に戻ると、やはりあの石井選手らしい献身的なプレーがかなり光ったように思うんですけれども、やはりこのあたりっていうのを手応えは感じた部分大きいですか。まあ、そうですね、まあ、やれると思って試合にも臨みましたし、それをいかに出せるかっていうのが鍵だったと思うんで、まあ、そこは手応えを感じて、またもうホームではあと1試合、そしてリーグ戦もリーグ戦という括りの中ではあと2試合になりますが、ここ自分の感じた手応えの部分、そしてもうちょっとここは改善していこうかなという部分が具体的にあれば教えてください。まあ、攻撃の面ですね。やっぱり質だったりタイミングだったりっていうのをイバー選手だったりランド選手に僕のところから出せればもうちょいチャンスも増えるしと思うんで、そこは課題としてやっていきたいです。改めて残り2節に向けての意気込みをお聞かせください。まあ、本当に僕たちは勝つしかないんで、勝ち点3取るために、まあ、戦っていきますので、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。